レッジョエミリアにある SPQR の紋章ローマにある四角いマンホールの蓋、SPQR の文字が見える。SPQRSPQR とは、ラテン語で、サネタスパプルスキ、ロマーヌスの略語である。その意味は、ローマの元老院と人民、すなわち古代ローマの国家全体の主権者を指す。また、現代の紳士淑女諸君のように、演説などの冒頭の挨拶にも使われた。 SPQR の文字は古代の国家ローマとその市民の栄光と誇りを表すものであり、当時ローマ帝国の領域であった現在のヨーロッパや北アフリカに至るあらゆる地域で公共物にすべて刻まれ、ローマ軍団の軍旗などにも使われた。ローマ時代の遺跡やそれを元にした建造物、ローマ史の縦型の紋章に見て取ることができる。 現在もローマ市役所の広報に使用されており、SPQR、ゴミは、くずかごえといった風に使用されるほか、マンホールの蓋やタクシーのドアにも描かれている。また、その、パッチクエスティロマニーという皮肉に返されることもある。ありがとうございます。